だね。まだあんたはママ母に認められてないの。その点私はバッチリだよ。私がどれぐらいママ母と仲良しなのか教えてあげる。父牛を触ってもママ母は怒らないんだから、よーく見てなさい。さあママ母、いい子だからおとなしくしてね。仲良しでしょ。気のせい気のせい、きっと今日は機嫌が悪かったんだよ。何その疑惑の目は。生意気。この山を登って頂上の湖の水を汲んできてほしいの。あの水にはカムイの力が宿っていて、どうしても儀式に必要なの。代々巫女の住所が取りに行くことになっているのよ。ママハーが進むべき道を教えてくれるわ。恋のする方に歩いていけば、ちゃんと頂上まで行けるから。大丈夫。
味方ならできるわ。諦めないで、ミカト。ママ母を信じて。私もあなたならできるって信じてるから。怒ったりしないわ、大丈夫。頑張ってね。
ず目を背ける。クマは死んだ。だけどあなたは生きた。それだけのことよ。お礼なんか言う前に自分の弱さを恥じることも、あんな力だったら殺されて当然よ。それはあなたがナコルルの従者だからよ。あなたはクマに襲われてもほとんど何もできなかった。ナコルルはあなたに戦う術を何も教えてくれないの。いえ、あなたは悪くない。ねえ、あなた、ナコルルのことが大切？そう。それじゃあもしナコルルが今のあなたみたいにクマに襲われていたら、助ける？何を頑張るというの？今のあなたの腕では、帰り討ちに会うのが関の山、無駄死にする羽目になる。従者の鏡に後を追うというの。大切なものを守るためには戦うことも必要。そうは思わない？相手を殺すことになった。あなたはいい子ね。私が戦い方を教えてあげようか。もちろん、戦う術を覚えて相手を倒すことをためらわなければ。いいわ、あなたを強くしてあげる。シクル、おいで。怖がらなくてもいいわ。この子はシクル。私が命じない限り人を襲うことはない。
気に入られたみたいね。珍しいわ。あまり人には懐かないわ。早速剣を教えてあげるわ。シクル、手伝って。どうせやるなら早い方がいいわ。修行のやり方を説明しようか。それじゃあ始めましょうか。用意はいい。行くわよ、シクル。いいわ。いい動きよ。いいわ。いい動きよ。いいわ。そう。いい動きよ。いいわ。いい動きよ。やるわ。その調子よ。やるわ。やるわ。いい動きよ。やるわ。そう、そう、その調子よ。そう、やるわ。それまで。やるじゃない。なかなかのものだったわ。案外才能あるかもね。まあまあね。これからもいろいろ教えてあげるから、ナコルルの目を盗んでここへ来なさい。ナコルルに知れたら、二度と剣の練習なんてできなくなるわ。どんなことをしてもやめさせるでしょう。だけど、あなたは戦うことを知らなくてはならない。それはナコルルのためでもあるの。私のことも絶対に伝えてはダメよ。あの子は普通の人よりも敏感だから。剣の練習のこと、悟られる可能性があるわ。それじゃあまたここで会いましょう。行くわよ、シクル。私は私。あなたの好きに呼んでいいわよ。それじゃあね。